ペロリッチのディープ富山コレクション。富山一律探偵のペロリッチですが、最近ですね、探偵っぽさが足りない。もうね、嘘でもいいから探偵っぽいことをしたいって思ってたら、いい場所見つけちゃいましたよ。というわけで今回のスポットはここだよ。ワンワン、富山市の中心地総川のいいところにある総川レガートスクエアの中のこちら、ギャザリングスペースでございます。この施設についてお話を伺いました。ギャザリングスペース、こちらは一体どういった場所なんでしょうか？こちらは貸し出しをしている場所になります。例えばこちらの貫通通路であれば、はいはい、こちらも使えるんですね、はい、使えます。イベントだったり、うん、コンサートだったり、うん、本当に自由度の高い場所になっています。その他に使えるのは作品の展示や会議室としても使えるギャラリー、落ち着いた装いの和室、そしておしゃれ立ち飲みスポットみたいなバルがあるのですが、ペロリッチひらめきましたよ。実はペロリッチちょっとやってみたいことがありまして、はい、例えばですよ、はい、こんなことを使ってもいいんでしょうかね。探偵事務所は年中無休、依頼の電話はこっちの都合はお構いなし。はい、もしもし、こちら一律探偵ペロリッチ。何？遺産相続にまつわる一族の骨肉の争いの件で調査をしてほしい。お任せください。仕事だ。調査は難航を極めた。しかし一流の探偵たるもの、泣き言は言わない。真実はいつも一つだからだ。奴の仕業か。皆さんに集まっていただいたのは他でもありません。この事件の犯人が分かりました。犯人はあなたです。俺の服に書類をこぼしたんだよ、あいつは。真実ってやつは残酷なことが多くて困る。探偵なんてやめちゃえばいいのに。ペロリッチは生まれつきの探偵だから、やめられないのさ。ワンワン、女心が分かってないのね。え、今のどういうこと？今のどういうこと？ん？というわけなんですけど、はい、こういった使い方をしても大丈夫なんでしょうか？はい、もちろんです。大丈夫です。イエーイ、やったー。今度一緒に探偵ごっこしてください。はい、犯人役になるかもしれませんけど、いいですか？私ですか？はい、はい、大丈夫です。まあまあまあ、まずごめんなさい、普通そうですね。いや、お客でも、ね、お客役、はい、はいはいはい、マスターやってください。わかりました。犬の出すバルです。はい、ワン、バル、はい、近いですね。ワンとバル。はい、皆さん、ギャザリングスペース使ってください。ありがとうございました。ごっこ遊びだけでなく、お手頃価格でいろんな使い方ができちゃいますよ。ぜひチェックしてみてください。せーの、富山が大好き、ペロワンワン。